遥か昔、天上人と呼ばれる天空の神々と下界に生きた人々との間に大きな戦いがあった。それはあらゆるものを生成する万能の力、アクトを巡る戦いであった。先生、消防、消防に電話。はい。今村、高森、死んで何になる、戻りなさい。嘘、ゆめみ、あそこ、すずめ。何やってるの、すずめ。和也くん、ここから二人の未来が始まるって言ってた。何かを一緒に越えようとしてるんだ。スズメ、和也くん、スズメ、頑張れ。ピエリ様、あれは何？天上人は遠い過去に取り返しのつかない過ちを犯しました。自ら枯らした悪党を求めて時空の壁を破り、無数の星に渡ってそこに暮らす者の未来を容赦なく奪い去りました。時にあのようなものを使って。でもそれがなぜムント様を？ムントは今天上人が償うべき過去と向き合っているのです。私たちが負うべき罪をただ一人背負って。大丈夫か、スズメ？うん、平気。もう少しだ、手を離すな。はい。スズメ、なんだか楽しそう。そうね、不思議。あんなに頼りないのに、いつも私たちが守ってあげなきゃって思うのに。今思い返すと、本当は
スズメが私を支えてくれてたんじゃないかって気がする。呆れるくらいハラハラさせられちゃうけどね。スズメがいるとなんだかホッとするっていうか、安心できる。小学校2年の時、私スズメとクラスが同じだったでしょ。その年の夏、クラスで隣町の丘陵公園行く遠足があったんだけど、その朝急に熱が出て行けなくなったの。お母さんも用事で出かけて一人きりになって、そしたら家がとっても広く感じられてね、私を残してみんながどこか行ってしまったんじゃないかって。このままずっと一人だったらどうしようって考えて、悲しくなって泣きそうになってたの。そしたら、その時は気がつかなかったんだけど、スズメ、私のことを先生に聞いて一人で隣町の公園から歩いて戻ってきてたの。スズメは何も言わなかったけど、私のためにスズメ、あんなに遠い公園から何キロも一人で歩いて私のところへ。知らない道をきっとあちこち迷って戻ったり進んだり、うんと遠回りして、それでも諦めないで一生懸命道を探して私のところまで。前の日に私、スズメと一緒にお弁当を食べる約束をしてた。一緒に食べようねって、楽しみだねって。私たちはスズメを信じてる。スズメはそんな私たちを少しも疑わない。私たちにとって大切なものをスズメは知っていて、それを守ろうとしてるんだ。スズメだけど、それでももうちょっと考えて行動しなきゃ。やり方がめちゃくちゃだよ、スズメー。